海外ダイアリーは、吉田明夫による日本の漫画作品。月刊フラワーズにて、2006年8月号から2018年8月号まで、不定期連載された。ラバーズ・ギストのクロスオーバー作品である。また作者曰くこの2作品と、今後描く作品で、鎌倉三部作を考えている。番外編、通り雨の後には、スピンオフ作品。 鹿川百景につなぐエピソードになる。第11回文化庁、メディア芸術祭漫画部門優秀賞、漫画大賞2013、第61回小学館、漫画賞一般が向け部門受賞。2015年に実写映画が公開。2017年に舞台化作品が上演。神奈川県鎌倉市で暮らす高田三姉妹のもとに、自分たちが幼い頃に離婚して、 家を出て行った父の訃報が届いた。次女、吉野は15年以上会っていない父の死を特に何とも思えず、父との思い出がほとんどない三女、地下も、吉野と同じ気持ちだった。それでも、長女、甲の頼みで葬式に出るために、山形へ赴いた吉野と地下は、そこで年齢の割にしっかりしている中学1年生の、イボイモと、朝の鈴と初めて出会う。 すでに母も亡くしていた鈴は、父の再々婚相手の家族と暮らしていた。非常だが感情を見せない鈴に対し、葬儀の打ち合わせであった暴風の妻、陽子は頼りなく、吉野は、鈴の今後について、安受け合いする陽子に、不信感を抱く。妹二人と違って記憶が確かな幸は父を許せず、夜勤を口実に欠席するつもりだったが、 妹からのメールで事情を知ると徹夜を押して、休校して葬式に出席する。葬式からの帰り、鈴は、幸から、暴風のことで、感謝の言葉をかけられ、こらえていた感情が爆発するように号泣した。幸は、そんな鈴に、鎌倉に来て、一緒に暮らそうと誘い、鈴は快諾した。そして、49日を済ませた翌週に、 父を亡くした地を後にした鈴が、鎌倉のイボ姉たちが住む一軒家に引っ越してきた。イボ妹を四女として迎えたうだけの新たな共同生活が始まる。月日が流れ、鎌倉の生活に馴染んだ鈴の下を金沢から母の妹だという人が訪ねてくる。鈴は、不倫から始まった両親の関係や、自身の出生に関して、負い目を感じており、 特に自分の母の話題を、こうだけでは避けていた。母の実家は自分たちを嫌って、縁を切ったと思い込んでいたため、おばの訪問を受けても今更という気持ちが強かった。しかし、おばから、母とその実家の事情を聞いて、お互いを大切に思い合っていたことを知り、遺産相続の話し合いのために、姉たちと金沢を訪れた際に、おじから、ーボの振り袖を送られる。 さらに、月日が流れ、中学3年に進級した鈴は、高校進学について選択する立場になるが、普通の高校か奨学金をもらえる、女子サッカーのある高校かを決められず、安子と井上監督を介して、打診のあった、静岡の掛川学院からのオファーにも戸惑う、ばかりだった。また、美雪吉野、地下の恋愛模様も新たな局面を迎えていた。 撮影が行われた鎌倉志望書の日本家屋。2016年1月24日撮影。監督、脚本は、これだ広和。物語の中心となる、四姉妹を、綾瀬はるか、長澤まさみ、カホ、広瀬鈴が演じる。第68回カンヌ国際映画祭コンペティション、部門出品作品。キャッチフレーズは、家族を捨てた父が、残してくれた家族。 第39回日本アカデミー賞、最優秀作品賞受賞作品。漫画を読んだこれだが映画を希望し、2013年夏より、脚本の執筆を開始。映画化は2014年5月27日に発表された。撮影は2014年4月から12月にかけて行われた。出演者の一人の広瀬すずはあえて台本を読まずに、その場で、 演技の仕方を固めたそうであり、ほぼアドリブでこけたら、おしまいという環境であったが、広瀬は当時、今までで一番楽しい現場でした。と言っていた。15年前に家を出たジップが闘病の末に亡くなった。その父が再再婚しており、遠く、山形に暮らしていたことを、こうだけの三姉妹は知る。自分たちを捨てた父親との確執から、 長女のサチは仕事を理由に、次女のヨシノと三女の地下を、国別式に送り出す。面倒くさがりながらも山形に向かった二人を、出迎えたのは、中学生になる、腹違いの妹鈴だった。式の最中に泣きじゃくる義母を支え、議定の世話もしていた鈴は、式の終わりに義母と、おじから参列者への挨拶を頼まれるが、来ないはずだったサチが現れ、これは、 大人の仕事だと止める。看護師である幸は、鈴の置かれた片身の狭い境遇と、家族の中で唯一彼女だけが熱心に父の看病をしていたことを感じ取る。こは鈴に、父との思い出の場所に案内してほしいと頼むと、彼女は小高い山の上に三人を案内した。吉野たちは、そこが、鎌倉の風景によく似ていると話す。 鈴との別れに際し、サチは、鎌倉で一緒に暮らさないかと持ちかけると、鈴は行きますと即答した。こうして、鈴を迎えた子だけは4姉妹となった。サッカー好きで明るい性格の鈴は、鎌倉の生活にもすぐに溶け込み、チームでコンビを組む風太と親しくなり、3姉妹を温かく見守ってきた、海猫食堂の女将さんサチ子や、 食堂の常連である千一にも気に入られる。葬儀への三列をカくなにこの番でいた幸を悟したのは、交際中の小児回シーナだった。シーナは、心の病を抱える妻との離婚に踏み切れずに、幸との関係も続けていた。こうは、大場の踏みよから鈴を引き取ったことについて、あの子は、あんたたちの妹だけど、あんたたちの家庭を壊した女の子供なんだよと。 心配される。ある日、市民病院で働くサチには新設される。終末期病棟への転属の話が持ち上がっていた。見取ることの難しさはシーナに言われるまでもなくサチも感じていた。酒と男が生きがいというヨシノは金を貢いでいた若い恋人に捨てられる。それを機に、信用金庫の窓口上だったヨシノは融資担当で、 外回りの仕事への配属替えを受け入れる。吉野は幸子が弟から遺産相続分を請求され、海猫食堂が存続の危機に陥っていることを知ってしまう。吉野は上司の坂下と共に店の存続のために奔走する。だが、幸子にはもう一つ深刻な問題が持ち上がっているのだった。地下は勤め先の店長と交際していた。彼の趣味に合わせ、 鈴たちのいるサッカーチームのサポーターとなり、渓流釣りにも興味を示す。だが、元は山男だった店長はエベレストで遭難し、東証で足の指を6本失いながらも山への未練を捨て切れずにいた。サッカーチームの勝利を祝すため地下は鈴に梅ジュースを飲ませるが、それは吉野が自分用に作った梅酒だった。酔っ払った鈴は、 義母や父に溜まっていた鬱憤をぶちまける。姉妹たちは、火の打ちどころのない鈴に深い悩みがあることを知る。反面、主乱の癖が吉野に似ていることに苦笑する。新学期になり鈴は、クラス替えで風太と同じクラスになる。同級生たちから二人は付き合っていると噂を立てられていたが、即座に否定する。チームメイトたちと山猫邸を訪れた鈴は、ムイチが 父の古い馴染みであることを知る。暴風を思い出しセンチメンタルになる鈴を、風太は自転車に乗せ、毎回の桜並木が作り出すアーチを走る。そんな時、北海道で暮らす、サチたちの実母、とが、法事にやってくる。身勝手で子供じみた母に兼ねてから反発していたサチ。鈴は、とから何を言われるのかと、心中穏やかではない。とは、 鈴と衝突することはなかったものの、突然家を処分しろと言い出す。とと、サチは、大喧嘩になり、文みから叱責される。だが、吉野はいずれ、皆この家から巣立つとクールに語る。明るい鈴も、不倫の子であることで、姉たちには、内心引け目を感じていた。こうと料理をしていた鈴は、不倫は良くないねと話すが、サチは言葉に詰まってしまう。 彼女が不倫の恋をしていることは誰も知らなかった。翌日、夜勤で日中家にいた幸を戸が訪ねてくる。戸は私そびれたと姉妹たちへのお土産を置いていく。お土産は鈴の分も用意されていた。雨の中、戸と祖母の墓参りに行った幸は、戸が母親との根深い確執に悩み、家は彼女を縛りつける窮屈なものだったが、 サチたちにとっては大切な場所だと思い知らされたと謝罪される。母親の本音を聞いたサチは、北海道に帰る彼女に、家族の思い出の品である梅酒を手渡すのだった。移り変わる季節を通して四姉妹は絆を深めていく。他人行儀だった鈴も、次第に、サチたちをお姉ちゃんと呼ぶようになっていた。季節は夏を迎え、花火大会が近づいていた。こうは、 鈴のために自分の浴衣を仕立て直す。浴衣を着た鈴は、風太らサッカーチームのメンバーと洋上で花火見物をする。その帰り、鈴は風太に、ここにいていいんだろうか。自分の存在が人を常に不幸にしていると、姉たちにも言えない悩みを打ち明ける。自宅に戻った鈴を浴衣を着た姉たちが待っていた。四姉妹は、庭で手持ち花火に興じる。地下と鈴は、 一緒に作ったちくわ入りのカレーを食べる。こうだけのカレーは、戸が幸に唯一伝えた料理である、シーフードカレーだったが、それをあまり覚えていない地下にとって、家のカレーといえば、姉たちには、不評な、ちくわカレーであり、祖母との思い出の味だった。地下たちの祖母を知らない、鈴、父をほとんど覚えていない地下。地下は、お父さんのこと教えてねと鈴に話す。 吉野と坂下の本走により、有志により点が続けられることを幸子に伝える。だが、幸子は、余命が限られており、店を畳み、終末期病棟に入ることを決めていた。幼少期から面倒を見てくれた幸子を救うことは、できないのかとひどく落ち込む吉野だったが、坂下は、幸子のために遺言書を作成することはできると話す。 人の人生と真剣に向き合い、頼りがいのある坂下に吉野は惹かれていく。椎名は研究のためとべする決意を固め、幸に一緒に来てほしいと告げる。人生の岐路に立たされた幸は思い悩む。鈴は以前に自分が言った一言が幸を傷つけてしまっていたと動揺する。大人の事情で子供時代を奪われた鈴を思い、 サチは妹たちとの生活を選んでシーナに別れを告げる。シーナは、サチもまた大人の事情で、子供時代を奪われたのだから、ゆっくり取り戻せばいい、と、サチとの飛べを断念する。コと鈴は二人で山に登る。そこはかつて父がサチを連れてきた場所で、父が家族を捨ててからは一人で来る場所だった。その風景は、鈴が姉たちを案内した。 山形の風景にそっくりだった。こうは、お父さんの馬鹿鈴は、お母さんの馬鹿と叫んだ後、幸は鈴に、ここにいていいんだよと告げる。こうは看護師として、幸子の最後を見取った。葬儀で大泣きする吉野。幸子の家は、千一が誘った最後のデートのものだった。幸子との思い出をひとしきり語った千一は、帰り際に、 姉妹の中から鈴を呼び止め、お姉ちゃんたちには、内緒でお父さんのこと聞きにおいで、と告げる。浜辺を散策する四姉妹は、人生の最後について語り合う。無邪気に波と戯れる鈴を見ながら、お父さんは、ダメな人だったけれど、いい人だったんだね。こんな妹を残してくれたんだから。と、幸は語る。こうして、四姉妹は、鎌倉の古い家を離れることなく、 また新たに日々を重ねていくのだった。これだと主演女優たち、第68回カンヌ国際映画祭の、レッドカーペットにて2015年5月14日、これだと主演の4人が出席して、第68回カンヌ国際映画祭にて、上映された。賞の受賞はならなかったが、上映後には、完成が起こり、これだらが退出するまで、スタンディングオベーションが送られた。 同年6月13日より全国323館にて封切られ、オープニングの週末2日間で観客動員は18万1642人、興行収入は2億2911万7100円を記録し、観客動員ランキングでは2位にランクインした。舞台化作品が2017年3月31日から4月2日まで新国立劇場。 衝撃場で上演。脚本、演出は森岡俊之。ありがとうございます。